サブスクでは配信されない隠れた名作。キサラギ、グラビアアイドルキサラギミキが自殺を遂げて早1年が経っていた。彼女の一周期追悼会に集まった5人の男、家元、小田裕二、スネーク、安尾、いちご娘、ファンサイトの常連である彼らはそこで初めて顔を合わせる。ミキの思い出話に花が咲き、大いに盛り上がろうとする5人。彼女は自殺なんかする人じゃない。アイドルキサラギミキの軽いイメージからここにいる誰もがそう思っていた。その時、誰かが口を開く。彼女は殺されたんだ。この発言の引き金となり、5人の男たちによる怒涛の推理が始まった。次々と判明する意外な事実。しかし、真相へと近づくたびに新たな疑惑が生まれ始める。自殺じゃなかった。じゃあ真犯人がもしかしてこの中に。事態は想像もつかない方向へと突き進み始める。あらすじ、テレビ東京より引用。映画の詳細情報はこちらなのだ。5人の秘密と事件の真相が明らかになるまで非常に面白く、脚本の完成度の高さに感動したのだ。動画時間足りねえ。この映画の感想はコメント欄で募集中。ネタバレを見たくない人はコメント欄に注意なのだ。